あれ、おい、これ生きてるかな、大丈夫かな、かけてみようか。お、あれ、あ、出た、もしもし、あれ、オクターに来た、待たせてごめんね。そうだった、ごめんね、まずごめんね、待たせてごめんね、オクター。こんばんは。こんばんは。アクタン。はい。今日ね、アクタンも緊張するかなと思って、うん。なんかトークデッキ用意してきました。アクタンが今日最後なの。え？マジか。そうだよ。意外で。意外で。何？なんだよ。じゃあ、みゆことコラボするなら何がしたいっていう、何したい？説明なんだけど、質問なんだけど、でも、うん、みこちゃん、うん、なんでもゲーム弱い、あのね、五目並べ弱い、みゆこね、アクタンとさ、うん、コラボ、うん、しようと思ってたじゃん。うん、でもちょっと別のやつにしようってなったじゃん。でそれでなくなったじゃん。うん、あれってさ、ずっと聞きたかったんだけど、ミコがもしかして弱いかな、なんかミコがにならないかなって思って。ふざけんなよ、こいつ、こいつ、おい、ふざけんなよ。そうだろうかなってずっと気になってたんだ。なんかすごい別にしようかなってみたいな感じでなんか来てたけど、こいつもしかしてミュコが弱いかな、勝負にならないと思って別のやつにしようって言ってきてんのかなって。え、ミコちゃんでもさ、勝てるゲーム考えよ。考えたい。え、逆にさ、アクター下手なゲームねえの？音ゲーとか。いや、ミコも無理だ。だって、ミコちゃんにさ、多分算数ですらも私勝てるよ。うるせえ。アクタン算数できちゃうの？できないけど、ミコちゃんの方がやばい。まあ確かに。何がいいんだろうね。引き算と足し算もできないからね。見たよ、なんか切り抜き。見たの、ミコの切り抜き。うんうん、うん、でもあれは、でもやってみたらわかるで、あのさ、なんか迫ってくるんだもん。迫ってくるとあ、焦っちゃうじゃん。だからね、ダメなんだよあれは。まあそういうとこもあるよね。そうだよね。運ゲーで勝負するって確かにいい勝負するかもしれない。運ゲーならさ、アクターも練習しなくていいじゃん。うん、アクタンはやろうってなったらさ、きっと練習頑張る方じゃん。頑張りたい。そうだよね。じゃあいいね、運ゲーやろう。運ゲー、ギャンブル、ギャンブル。ギャンブルやろうよ、アクタン。ギャンブルえ、ヨットは運ゲーと言いつつちょっと頭使うじゃん。そう、戦略があるからね。そうニコチには勝てないよ。腹立つな、こいつ。こいつ。え、ミコさん、アクタンとさ、ちょこちょこだけ、なんか、大型コラボとかさ、なんかね、話すときにさ、垣間見れるなと思ってんだけど、アクタン、ミコのこと舐め散らかしてるじゃん。でも、ミコも、アクタンのことちょっと舐めてるの？お互い、え、舐めてんの？え、舐めてんの？ミコは、アクタンのこと、いじる対象に入れてるから、私はミコちゃんのこと舐めて、いじってかかってるよ。でもちなみにミコも舐めてかかってるから。いやいや無理ダメだよ。ミコもだからそういうところがあるなって。うちらお互いちょっと舐めてる。お互い舐めてる。気づいてなかったでしょ。気づいてなかった。あ、ミコも切り抜きのコメントで見たの。確かにみたいな。お互い自分のこと舐め散らかしてたんだ。そうだ、違う。
散らかしてるなってマジか。うん、でも確かにゲームではあの叶わないけど、アクタンはでもそれでもミュウ君なぜか舐め散らかしてるからじゃあ運ゲーで勝負だ ね、 ごめんね。うん、そうだね。いいよ、でもミュウ君、アクタンと舐め散らかしてこう、うん、遊びたいからね、アクミクしたいと思ってるから、ぜひしてください。そうだよね、だって、うん、動画であったもん、切り抜きの動画でさ、最後のさコラボのところね、やってくれてるから。そうです、伏線貼っといたから。伏線だったの伏線貼っといたから。俺嬉しくてついコメントしちゃったもん、動画のとこに。嘘。そうだよ、アクタンいつコラボするってやったコメントにするなよ確かにディスコード送ればよかった、いつでも。やろうね。うんうん、じゃあ、好きなとこある？ミコの、あの、舐め散らかせるところ。あ、ミコもミコもあ、ミコもミコもミコも、え、ミコはちょっと舐め散らかしてるけど、ちょっとした母性もあるからね。私もミコちゃんのことを舐め散らかしてるけど尊敬もしてるよ。え？あ、ミコ、あ、あ、やっぱ嘘。え、なんで？なんでなんでミコ、え、アクタン、そうなの、今一瞬距離が縮まって、ってパーンってなったのに、お前今なんでスッって引いたの？いや、ちょっとやっぱまた舐められちゃうかなと思ってさまあそれは変わらないからね、これが勝負だからさ、うん、じゃあ、赤ちゃんマジでさ、もうちっちゃい猫ちゃんみたいだよね、猫、はい、そういう舐め方してんの、なんか猫ちゃんなんか猫ちゃんなんかあんまり懐かない、なんか猫カフェにいる猫ちゃんを扱ってるみたいな気持ちなのなんでだよえ、なんかそうなのよ、なんかわかる。確かに、なんかちょっと、うん、なんだろうね、なんか遠く感じ、近いのに遠い。あ、なんか細い目で見てるでしょ、みゆこいつも。みゆこ、ちょっと温かい目で見てんの、いつも。でも舐めてる。舐めてたら、うん、調子乗んなよって。ふざけんなよ、調子乗んなよ。ふざけんなよって。トロッコ問題を最後にやってるんですけど、何がいい、はい、トロッコ問題。究極の二択。究極の二択？そう。え、なんだろう。アクアかミコか。アクタン。陽キャのアクタンか。陽キャのアクタン想像つかないな。陽キャのアクタンか？え、なんだろう。標準語のミコか。どういうこと？お前ミコ標準語で喋ってんだけどあ、ゲームの上手いミコいいじゃん、ゲームの上手い、ゲームの上手い標準語のミコおい、バカにして笑いつぼんな。ミコちってそれ標準語だったの？何語だと思ってたんだよ、逆に。どっちがいいにするか、質問を。これいいか。この世界に生み出すならね。そう。生み出すなら。いや、もうこれは一択でしょ。でも見たい、見たいよ。陽キャのアクタンは見たいもん。見たくないよ。見たい、超見たい。見たくないよ。あの、ぼっちちゃんみたいに、ウィーってやってほしいもん。ぼっちちゃんみたいにの時点で陰キャじゃん。あ、それはいいじゃん。そうかも。でもなんか一生懸命なんか、陽キャしてるアクターみたいな気がする。いや、ゲーム上手いミコツみたいでしょ。ミコに求められてないっぽいわ、これ。アクターの、陽キャのアクターの方が求められてるって、ほら。嘘でしょ ?76% だよ。嘘でしょそろそろ陰キャのね、アクターを見飽きたから、そろそろ陽キャも見たいっていうことじゃない。見飽きたとか言うな。見飽きたとかねえからよ。じゃあ、アクタン最後にさ、うん、あの、ウェイウーみたいな陽キャの、自分内の陽キャやって帰ってよ。
わかった。じゃあ、オクタ。うん、どうぞ。バイブスあげてくーブレイうん、これ、陰キャだわ。これ、これ、陰キャです。ありがとう、アクタえ、ミコとアクタ喋れるじゃん二人でえ、ミコとアクタ普通に喋れたんだけど。え、どうなるのかなーって思ってたんだけど。喋れました。え、これ、アクミコいけるぞ。え、ミコ、ちょっと今ほっとした。頑張ってたね。うん、かわいいね、やっぱアクタは。